はい、2020年明けましておめでとうございます。ジャン君おめでとう。何も変わらんよジャン君。うちは大変です。ポンちゃんもポンちゃんもいます。明けましておめでとう。ハクションハクション。あーダメだ、ピントが合わない。よいしょ。急にちょっと寒くなってきたね。あ、ポンちゃんの顔になるとピントが合わないんですよ。ポンちゃん、この辺のものを溶かせます。はい、今年もいい年になりますようにね。ねー、ちょっと暗いけど明るくする。いや、もういいです。はい、それでは明けましておめでとう。おめでとう。あ、出てきた。でもこの辺がすごいことになってるの分かってるよ。大丈夫？ポンちゃん大丈夫？ポンちゃんの初爪とじ？ポンちゃん爪とじしてるとこ見えないんでしょけど。ポンちゃん、はい、開けました、うん、そしてトイレにでも行くんか。はい、はい、ピントが合わないね、本当に。こっちに合わせておくか。あ、ピントに合う人が来た。はい、ジャン君、はい、開けましておめでとう。おめでとう。さ、じゃあ寝よう。Thank you.
2020年明けましておめでとうございます。ちゃんくんは正月から寝てるんですね。はい、こちらはこちらで寝ております。今年もよろしくね。まだだよ、もうちょっと待ってね。ジャン君、まだです。お待ちかねでございます。お正月なのでこれを出そうかという話に今なっています。いただき物のにゃんせち猫用。にゃんせちだよ。はい、じゃあ今日はおとなしく待ってます。トッピングするのでこれとこれと、あ、これはどうしようかな。これとこれとこれなんですけど、どれがいいですか。ジャン君的にはどれがいいですか。待ってる、誰がいい。はい、じゃあこれエビですね。はーい、よいしょ。じゃあエビさんをちょっとこれに、こっちにね。あ、いい匂いです。人間用のデキサポン。あまりいっぱいだと効果が、あ、効果あれだね。エビはエビだけでとりあえずあげてみようか。そうか、だってさ、トッピング用かと思ってトッピングしちゃう。あ、じゃあそうじゃなくてこれにまたこれを入れたりすると、あ、うん、そうだね、毎日違うのあげればいいか、うん、その方が多分、うん、ほら来た、あ、来た、ほら来た、ほら来た。どうですかジャンさん、いい匂いでしょ。いい匂いだね。これはポンちゃん用で、あ、ポンちゃんまいこっちによっ。はい、ポンちゃん下を下ろすよ。じゃん、毎日違うの食べよう。いいね、ジャン君。どうぞ。寝ぼけてる？少しね。じゃあエビ乗ってるよ。おいしそうだよ。あ、降りてきたの？うん。よかったね、ポンちゃん。やっぱり匂いにつられるね。あ、ジャン君が。はい。腰。はい、ジャン君。どうぞ。ジャン君ね、今ね。はい。いいよ。はい。こっちも。はい。ね、おいしいね。よし、明日はどれにする？今日の夜か。今日の夜、どれにしようね。後で選んでね。ジャン君が見上げています。はい、ジャン君、お年玉です。どうぞ。お誕生日おめでとう。いいえ、お正月だよ、うん、おめでとう。金ピカじゃねえか。金ピカです。中身は何でしょう。中身はチュール、ピュアチュール。いつものじゃないけって思ってるジャン君。でもジャン君たちこれが一番でしょ。あとタラリッチとかも入ってるよ。はーい、よかったねジャン君。本当はこれも入れたかったんだけどね。グリーンニーズのチキンとか、あのクリスピーチキンとかも入れたかったけど、ちょっと入りきりませんでした。これパンちゃんの、パンちゃんにもあげようね。ジャン君もう食べたから何のこと、うん、って感じ。興味ありません。ありません。はい、じゃあポンちゃん。はい、ポンちゃん、あ、起きた。
はい、ポンちゃんもお年玉だよ。お利口さんにしてたからよ。匂いだけ嗅いで。はい、ポンちゃんお年玉。ちゃんとポンちゃんって書いてあるからね。ポンちゃん。はい。お年玉どうぞ。はい、2020年スタートでーす。